アメリカ合衆国憲法修正第12条は、アメリカ合衆国憲法第2条第1節第3項を置き換え、大統領選挙を規定するものである。憲法の当初の条項では、選挙人団の各自が2票を大統領候補に投じ、過半数を得た者が大統領に、辞典の者が副大統領になることになっていた。このやり方の欠点が1796年と1800年の、 大統領選挙で露呈された。修正第12条は、1803年12月9日に、アメリカ合衆国議会により提案され、1804年6月15日に、必要とされる数の州によって批准された。選挙人が2票を持つことは同じだが、大統領と副大統領に、それぞれ1票ずつ投票することになった。アメリカ合衆国憲法を、 第2条第1節第3項では各選挙人が2票を投ずることになっていた。各選挙人は2票ともに選挙人と同じ州の10人に投票することはできなかった。選挙人票の過半数を得ることが当選者に求められた。選挙人票の過半数を得た者が1人を超えて存在し、かつその得票数が同数の時はアメリカ合衆国会員がこれらの候補者の中から 選択することになっていた。もし誰も過半数を得られなければ、会員は選挙人病の上位5人の中から選ぶこととされていた。副大統領の選出はより単純な方法だった。大統領に次いで最高得票をした者が副大統領になった。大統領と違って、副大統領は選挙人病の過半数を得る必要がなかった。 多くの候補者の中で自転が2人以上いる場合、アメリカ合衆国上院がその中から1人を副大統領に選ぶことになっていた。各上院議員は1票ずつを投じた。当初の憲法のやり方では、候補者の票が同数になった場合に、現職の副大統領が最後の1票を投じることができるか否かについて、規定がなかった。1800年の大統領選挙では、 当初のやり方の欠陥が露呈され、もし選挙人団のそれぞれが、党の公認候補に投票すれば、最も票を集めた者二人が、同数になるということだった。会員では大統領を選ぶために何度も投票を重ねることになるということも示された。さらに、副大統領は選挙人投票で大統領の対抗馬であったという状況では、二人が効果的に協力して、 ことにあたる能力を妨げ、少なくとも理論的にはクーデターの引き金にもなりうるということが徐々に明らかになってきた。修正第12条では大統領と副大統領を順番に別々に選ぶことでそうでない場合に比較してこの可能性を排除することになった。アメリカ国立公文書記録管理局に保管されている。 アメリカ合衆国憲法修正第12条選挙人は、各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領及び副大統領を決定する。この二人のうち、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において、大統領として投票する者を指名し、別の投票において、副大統領として投票する者を指名する。 また選挙人は、大統領として投票されたすべてのもの、あるいは副大統領として投票されたすべてのものの、表並びに、各人の得票数の票を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして、上院議長にあて、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席のもとに、すべての証書を開封し、ついで投票が計算される。 大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかったときは、大統領として投票された者の,のうち、3名を超えない最高得票者の中から、会員が直ちに秘密投票により、大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、 各州の会議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定則数は、全州の3分の2の州から1名、またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには、全州の過半数が必要である。もし右の選任権が、会員に異常された場合に、会員が次の3月4日まで大統領を、選任しないときは、 大統領の死亡、またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。副大統領として最多得票をしたものを副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表のうち2名の最高得票者の中から、 上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定則数は上院議員の総数の3分の2としまた選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども憲法上大統領職に就く資格のない者は合衆国副大統領の職に就くことができない。この修正条項は1八百四年の大統領選挙から適用され、 選挙人団の構成は変えなかった。むしろ、選挙人団がさらに必要ならば会員が大統領を選ぶ手順を修正した。修正第12条の下では、選挙人は大統領に2票を投じる代わりに、大統領と副大統領を区別して投票しなければならない。どの選挙人も選挙人と同じ州に住む大統領と、副大統領候補者双方に投票することは許されない。 しかし、選挙人が同じ州の一人の候補者に投票することは可能である。修正第12条は憲法に定める大統領として不適格なものが副大統領になることを明確に排除した。その問題は修正第12条に定める憲法上の不適格者及び修正第22条の任期制限が以前に大統領職を務めた者あるいは大統領を 代行した副大統領に適用されるかということであり、合衆国最高裁判所によって裁定が出されておらず、他の憲法修正条項の批准で規定されてもいない、ために憲法上不明のままである。大統領あるいは副大統領として選ばれるものには、選挙人投票の過半数が現在も要求されている。誰も過半数に達しない場合、会員が週ごとの投票により、 また憲法第2条で要求される低速数で大統領を選出する。修正第12条では当初の憲法で5人の中から選ぶとしていたものを3人を超えない候補者から選べるようにした。同様に上院はもしどの候補者も選挙人投票で過半数に達しない場合副大統領を選ぶことができる。その選択は選挙人投票での 上位2名にあるものに限定されている。もし多くの候補者が同点で2位となった場合、最高得票となった候補者に加えて、同点のものすべてを対象にすることができる。修正第12条は、投票を行うときに週、または議員の3分の2という低速数要求を導入した。さらに修正第12条は、上院の議員総数の過半数の票が選出のために必要で、 あると規定している。国家指導者がいないというような行き詰まりを避けるために、修正第12条では、もし会員が3月4日以前に大統領を選べない、時は副大統領に選ばれた者が、現職大統領の死もしくはその他の憲法上の、不能の場合と同様に、大統領職を代行する。修正第12条では、副大統領が、いつまで大統領を代行するか、 あるいは3月4日以降に会員が大統領を選出できるかについては述べていない。憲法修正第20条第3節は大統領の任期開始日を1月20日に変え、また両院が行き詰まった場合に誰が大統領職を代行すべきかを立法によって指示することができるようにすることで修正第12条の規定に置き換わった。ヘンリー・クレイ。 1824年の選挙で裏取引をやったと、非難された。1804年の大統領選挙以降すべての選挙は、修正第12条に基づいて行われてきた。その時、以降下院が大統領を選出したのは一度だけある。1824年大統領選挙で、アンドリュー・ジャクソンは選挙人、票99票を獲得し、ジョン・クイン・シー・アダムズは84票。 ウィリアム・クローフォードは41票、ヘンリー・クレイは37票を得た。候補者すべてが民主共和党員であり、誰もが選出に必要な過半数の131票に届かなかった。副大統領の方は、競合が少なく、ジョン・カルフーンが182票を得て即座に選ばれた。会員は上位3人のみを対象にできたので、クレイは大統領になれなかった。 クローフォードは卒中をわずらった後の健康が優れず、会員で選ばれる可能性が消えた。アンドリュー・ジャクソンは、一般投票でも選挙人投票でも最高得票を得ていたので、会員が自分を選んでくれるものと期待していた。しかし、会員での1回目の投票で、アダムズが13週、ジャクソンが7週、クローフォードが3週という結果になった。クレイが、 アダムズの大統領を後押しした。クレイは下院議長だったので、クレイの後押しは余剰効果があった。アダムズがクレイをアメリカ合衆国国務長官に指名したとき、多くの、特にジャクソンとその支持者は、この二人を裏取引をやったと非難した。他の者は大統領候補者がその立場を強化するために、その副大統領候補者を指名するように、これは政治における、 通常の連携であると理解した。さらにある歴史家は、クレイが理論的にジャクソンよりもアダムズに近く、クレイ支持者がアダムズの支持に回ったのは自然であるとも言った。1824年の選挙後、民主共和党は民主党とその後に保育党となるものに分かれた。1836年の大統領選挙では、保育党が選挙人の票を分散し民主党の候補者、 マーティン・バンビューレンが過半数を取れないようにするために、異なる地域に異なる候補者を指名し、それによって、保育党が支配する会員での議決に持ち込もうとした。しかし、この戦略は失敗し、バンビューレンが一般選挙でも選挙人選挙でも過半数を獲得したので、それ以降が死中国の主要政党が国政選挙で地域候補を出す戦略を採用することはなかった。 1836年の選挙では、これと同時に副大統領候補が、誰も選挙人選挙で過半数を獲得できない選挙になった。民主党の副大統領候補、リチャード・メンター・ジョンソンは、以前の奴隷との関係ゆえに、バージニア州の民主党選挙人の票を獲得できなかったことが原因だった。その結果、ジョンソンは147票となり、過半数に1票足りなかった。 次に来るのは、フランシス・グレンジャーの77票、ジョン・タイラー47票、ウィリアム・スミス23票だった。しかし、選出は上位に委ねられ、ジョンソンが33票を獲得し、グレンジャーの17票を破って当選した。修正第12条では、大統領と副大統領が同じ州から選ばれることを排除していないが、住人条項に対してやや難しくなっている。 現代の選挙では副大統領候補が異なるタイプの有権者に訴えるためにしばしば選ばれている。この問題は2000年の選挙でジョージ・ W ・ブッシュとアルゴアとの間で争われた時に起こった。チェーニーとブッシュはどちらもテキサス州住民であり、テキサス州の選挙人が双方に投票することは中正第12条に違反するものだと主張された。ブッシュは テキサス州知事だったのでその住所は問題がなかった。ジェーニーとその妻はハリバートンの社長の役割を果たすために5年前にダラスに引っ越した。ジェーニーはワイオミングで育ち、合衆国議会はワイオミング州の代表だった。選挙の数ヶ月前、ジェーニーは有権者登録と自動車免許をワイオミング州に移し、ダラスの自宅を売りに出した。 三人のテキサス州選挙人がダラスの連邦裁判所にこの選挙の異議申し立てを行い、続いて第五巡回控訴裁判所に控訴したが、そこで却下された。アメリカ合衆国議会は修正第12条を1803年12月9日に提案した。続いて次の州が批准した。ノースカロライナ州メリーランド州ケンタッキー州。 オハイオ州、ペンシルベニア州、バーモント州、バージニア州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、ジョージア州、ニューハンプシャー州、批准は1804年6月15日に完了した。この修正条項は後に次の州によって批准された。テネシー州さらに次の州は修正条項を拒否した。デラウェア州、マサチューセッツ州、コネチカット州。 この禁止事項は選挙人それぞれの州の出身者二人に投票しないよう考案された。この文章はアメリカ合衆国憲法修正第20条第3節により置き換えられた。新アー t ィク l e s of ユナイテッドステー s スコンス s ィテュー t i t u ーティクル2セクション1クローズ5824年の一般投票は多くの州で住民の投票によらず、 議会で選挙人を選んだので、全州の投票の総計ではなかった。オブスキュア、テキサスケースオファーズピークイントゥーロールオブコートノミネー、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル、オクト7・7-2005マウント、スティーブ・ラトファケーション・オブ・コンスティチューショナル・アメンド・モンツ、2007年2月24日閲覧。ありがとうございます。